最終的な限度は、100人くらいが、円を描いて対面し、議論している光景ではあって。その真ん中にあるテーブルに、何を乗せればお金が出るか?それを話し合ってる。問題のある状況がある。隣のテーブル、があって。そこは、うまくいった、らしい。なら?ただ、隣は著作権というか、それを主張する。テーブルは同じでありなら、同じものを乗せれば、同じことになるはずであって。コピーしよう。打開的提案、しかし。これを考えたのは私だ。そこに問題が、出る?本当に考えたのは、隣のテーブルの人々、であって。さらに、このテーブルは、先にあった、のだ。隣のテーブルは後から設営され、そしてそういう状況になった。テーブルの性質から言って、独占は許されないしかし。私が考えました。そこには、重なると問題が出る。